はい、柴田です。こんにちは、柴田です。はい、今日はですね、ワウのお話でもしましょうかと思いまして。ワウですね、はい、ちょっとですね、ワウテーマ、じゃあボックスとかアクライベイビーとかですね、うん、はい、代表的なものがありますがですね、これ、なんでこうワウっていう音に聞こえるの、うん、というですね、お話をちょっとしようかと思います、うん、あんま考えたことなかったですね、うん、踏んだらワウワウなるっていうだけで、うん、なんか構造とかも、うん、なんか1階というか、こう中開けやすいじゃないですか、電子交換で、はいはい、なんかポットみたいなのがあるなっていうのは、うんうん、気がついたんですけど、あ、ここから見えますね。そうですね、ここにポットが見えるんですけども、うん、これ何をやってるかというと、うん、まあ、人の声ら辺の周波数、ミッドレンジと言われるところの、はい、声の高さを、まあ、変えてあげることによって、こういう効果になっていると。おお、ミッドのつまみがこれ。ミッドのつまみがこれですね。これってことですか、はい、ミッドの周波数が実際に音楽と詳しいこと言うとそうなんですけども、ちょっと鳴らしてみます、うん、はい、これ何をしているかというとですね、あの一番わかりやすいのがおなじみメタルゾーン、メタルゾーンですね、はい、なんとこれ、うん、擬似的にできるので、これでやってみましょうか。うん、これフリケンシーっていうのがありますよね。はい、ついてますね、はい。このメタルゾーンの、これ、まず構造なんですけど、ディストーション、あとレベルなんですね。こちらが、ハイとローですね。周波数が高いところ、低いところ。で、ここがミッドレンジというのがあるんですが、ミドルのですね、こちらのフリケンシーというのがですね、周波数のことを言ってまして、このミッドをフルにブーストしてあげて、レンジを変えてあげる。こっち、このね、低い方から高い方にしてあげることによって、これ 200Hz から5キロまでなんですけども、これを改変させてあげることによって、ワウの効果が得られますので、ちょっと実際ちょっとやってみましょう。まあ、要はワウについてあるあのポッドが、そうです。これってことですか？そうです。ミドルが、フルにしてあげといて、ミッドフリーケンシーも回してあげる。まさにワウ効果、ワウ効果が実はこれ、これを足でやってあげてるのが、まあ、ワウと。このフリケンシーのポッドがワウについているということなんですね。はいはいはい。構造がそういうことか。なんかミッドブースターのフリケンシーを前後してアンプのミッドとは違うところですね。そこがちょっと分かりづらいんですけども、うん、アンプのミッドだと、ミッドのどこの周波数を押すっていうのは決まっていて、うん、それを音量を変えてるだけ。そうか、周波数の音量が変わってるだけ。なので、そう、ちょっと聞こえづらいよ。ここは周波数を変えるところだ。周波数を変えるところだから、そう聞こえる。おー、面白い。もともと WOW っていうのは、じゃあ、どこからヒントが得られたかというと、もともとはトランペットの奏法で、まあ、ミュートトランペットで、よくね、クラウドマッコリっていう、はいはい、はい、うん、WOW ありますよね。あれも書かれていると、実は、あれ、トランペット奏者なんですね。おー、そうなんですね。はい、トランペット奏者のクラウドマッコリさんっていうのが、ミュート奏法っていうですね、この WOW のが、トランペットを超えることによって、WOW、うん、ってやつですね。うん、あの音の、まあ、有名な人だったので、うんうん、そのシグネチャーモデルみたいな形で出てた。うーん、あ、それが最初なんですか？最初です。お、そうなんだ。トランペットからギターの、ギターの、はい、あったので、これをじゃあギターに例えてやってみるとすると、うん、こちら、うん、アンプにですね、うん、ミニアンプで再現実はできるんですね、うんうん、これですね。これは何の変哲もないミニアンプでございます。普通にスピーカーがついてる、はい、ミニアンプ、ちゃんとこれだけだとね、ちょっとラジオポートなんですけど、うん、音量出ます。これとこれと同じですね。はい、一緒です。だから本当のワウは、これが本当の原始的なワウ。これ要は抑えることで、で高音が出ない。低音側の方、周波数が寄って、うん、出ることによって上の方が出るので、はいはいはい、周波数が移動しているので、ワウに変える。これを
足でやってるポットをくるくる回してるっていうのが原型、はい、原型。まあでも言ってしまうとね、あの普通のギターのトーンもこうやると似てるような、似たことはできるんですけども、まあ周波数がまあそんなにこう強く出ていないので、大げさには変わらないから、でさらに強くしてあげるとそう聞こえるということですね。これをワウに聞こえるので皆さんワウペダルと言ってるということです、ね、ワウワウって聞こえるから、というのが原型でした。原理的には非常にシンプルな、シンプルですね、作りになっている。編み出した人がすごいですね。すごいですね。これを電気的にやったなっていうのと、あと普通のワウペダルの中の、あの回路を見るとまあシンプルと。うん、これ大きいし重いけど開けたら割とさっぱりしますね。まあ、こんなんで、はい、ですもんね。まあ、そこにでもロマンがあるんですよ。ロマンが詰まってます。そうかそうか。はい。というふうな。はい。というのが、今回ワウの説明でした。うん、はい。でご視聴ありがとうございます。ありがとうございます。